今回はあの歌唱力抜群なイケメンが登場。コスマ良かったですね。いやめちゃくちゃ歌ってると思って。ポートランドシティは全米住みたい街ランキング1位になったりとか。吉祥寺より上ですね。ポートランドシティでホニャララが若者に大人気。はい、タピオカ。スーパーよく行きますか。あら、スーパーおじさんですから。スーパー世界的な取り組みとして今話題の SDGs。そんな SDGs のことを内田篤人と共に学び、さらに彼の知られざる素顔まで発見してしまう番組、内田篤人の SDGs スクール。いつも幸せに。さあ始まりました、内田篤人の SDGs スクール、担任の那須でございます。そして生徒が坪井圭介くん、秋田沙羅ちゃん、中西くん、よろしくお願いいたします。お願いします。本日はですね、内田篤人くんが春休みのため欠席でございます。なので今回は以前番組にも出演いただいた元日本代表ディフェンダーの坪井圭介くんが来てくれました。よろしくお願いいたします。今日はあのチャンネル名を変えるために来たんで、よろしくお願いします。グッてなりました。身構えちゃいました。すいません、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあでは早速問題でございます。はい、さあこの場所はアメリカオレゴン州ポートランドシティでございます。このポートランドシティの街並みにこんなものが設置してあります。一体何でしょう。でも見た感じはあれ、あの百葉箱みたいですよね。ああ確かに確かに、昔ありましたもんね、昔学校とかに。そうなん、それじゃない、ではないんです、ね、違うね。百葉箱じゃない、ない。200両箱300両。いや単位上げてっても仕方ないんですよ。400当たらないですよ。500。よっしゃ、もうちょっと待ってみようか。じゃあこの辺でやめます。何やねんそれ。動物がいる。あ、中に動物がいる。はあ、何か飼ってんのかな、中で、はい、さあ正解はあったのでしょうか。正解を教えてくれる先生、こちらの方でございます。どうぞ。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。歌手で俳優のニコラス・エドワーズさんでございます。よろしくお願いいたします。ニコラス・エドワーズです。よろしくお願いします。さあ、もう皆さんニックさんでいいですか、お呼びするのは。そうですね、ニックで大丈夫です。ニックで、はい。12年前に来日したニックさん、のど自慢ザワールドに出演し3度の優勝を果たすという快挙を成し遂げ、その高い歌唱能力が話題となり歌手デビューされました。もともとはアメリカオレゴン州のポートランドシティで育ち、幼少期からサステナブルなことに関心が高く、自身の YouTube や SNS で SDGs に関する持論を発信しています、ということでございまして。歌が上手でございますね、ニックさん。急にちょっとコスマ良かったですね。いやいや、めちゃくちゃ歌ってると思って。あんなに咲き誇った桜はなかなか見られない。意外と尺あってびっくりしました。結構ね。日本の歌好きなんですか。そうですね、もうあの高校に入学した時から日本語の勉強を始めたんですけど、その時に、まあ、あの外国語の科目としてといいますか、授業として単位を取るために、まあ、初めて見たものの、まあ、日本の音楽にすごく感動して、日本語の勉強熱心にその後なりまして、音楽と新しく好きになった日本語っていうのを2つ日本で夢を追いかけました。あのむちゃくちゃ日本語上手ですね。ありがとうございます。自分でもたまにあの逆に日本語だけ喋りすぎて時折出てくる英語の発音うまいなって自分で思ってます。逆になってるんですね。もう Sustainable Development Goals。 いや英語うまい、英語うまい。今日はニックさんにいろいろ教えていただきたいんですけども、改めて先ほどの問題、正解をお願いいたします。こちら正解は施設図書館です。
お施設図書館、あ本が入ってて、図書ちょっとピンとこないかもしれないですけど、はい、実はこれはポートランド市に在住の方、まあ、町に住んでいる方が、うん、誰でも自由に本を持ってっていいという図書館なんですね、うん、こういう活動がすごいポートランドで盛んなんですけれども、うん、あの困らずにそういう、まあ、本も平等に皆さんに楽しんでいただけるというように、まあ、作られておりまして、無料ですし、でまた好きな時に自分自身が、まあ、気に入った本だったりとか世の中の皆さんにぜひ読んでほしいっていう本をいつでも寄贈もできるっていうような、そんな設備になっています。これがだから町に各所にあるんですね。そうですね。これ楽しいよね、開けるのも楽しいよね。めちゃくちゃいい、どんな入ってるかみたいなね。観音開きやもん、最高やな。いやありがたい。いやさあ、ということで今回のテーマはポートランドシティから SDGs の取り組みを学ぼうでございます。じゃあもうやっぱかなり取り組まれてるんですね、ポートランドシティは。ポートランドシティは、まあ、国内、アメリカ国内でも、まあ、いち早くこう SDGs に取り組んだっていうので知られている街でして、さまざまな調査ではもう本当にあの全米住みたい街ランキング1位になったりとか。へえ、吉祥寺より上ですね。ちょっと違うかと思うんですけど、本当にその選ばれる理由はいっぱいあるんですけど、もともと西海岸がやっぱり東海岸に比べては後に開拓された土地っていうこともありまして、ある程度こう技術が上がってきた時代にどん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 発展していった都市っていうのが多くて、ポートランドってまあアメリカのイメージ皆さんあるかと思うんですけど、車社会っていうのがアメリカはやっぱりその公共交通機関がそんなにこうなってない都市とかがある中で、ポートランドがまあその自転車ライフが普及していたりとか、路面電車そしてバスっていうのが頻度がすごく高くて、あの自分自身の車じゃなくてもまあ通勤できたりとか遊びに出かけられたりとかっていうのが、はい、積極的に行っている都市です。日本でもね最近これよく見かけるようになりましたけどね、もう先にもポートランドシティはされてたということですよね。まあ、ということで、はい、本日は、まあ、そんな僕のふるさとポートランドシティの SDGs の取り組みを紹介していけたらと思っているんですけど、何やニックさん進行もうまいから。完璧にニコラスって書いてあったんで。やるなニックさん。あくまで僕ちょっと専門家じゃないので、僕が見てきた、まあ、感じてきたそういうポートランドの SDGs を紹介していけたらと思っています。ということでまず一つ目、ホニャララが若者に大人気。分かる方はぜひ手を挙げてください。はい、ナイスさん、はい、タピオカ。雑な答え。 SDGs とはちょっと関係ないかな。関係ないですよね、若者ね。速度で行きやがった。ジョギの分析やめてくれ。さあ、分かる、サラちゃん。いや、分かんないです。若者に大人気。はい、あ、すごいさん、漫画とか。あ、若者に向こうの。なるほど、これはね、いいんじゃないですか。どうですか、ニックさん。人気ではありますけど、はい、まあ、ヒントをちょっと出させていただきますと、ファッションに関係あるものですね。ファッションについての SDGs とも、まあ、関係あって。あ、はい、あ、当てていい。どうぞ。古着。お、正解。正解ですか。正解です。古着が若者に大人気でございます。これ1個ボケといて正解も出す最高のプレイヤーや。楽しい。自分で言うの。さすがでございます。リーズナブルだけではなくてですね、はい、あのまあ、環境とか自然を愛するこうシンボルとして若者に本当受け入れられてるんですね、はい。まあ、あの特にポートランド市のまた一つちょっと SDGs に関係のあるものなんですけど、うん、あのビーガンを極めている方が多くいらっしゃったりとか、はいはい、うん、ベジタリアンの方だったりとか、うん、あのそうすると革製のもの、まあ、またはあの毛皮だったりとかっていうのをちょっと気にする方が多くて、新しく製作す、あの作るわけではないので、うん、あの動物界にも優しくということになっております。うん、いいですね。勉強にもなるクイズ、ありがとうございます。とてもないです。そんなクイズの第二問目なんですけど、すごい進行スムーズ。何よ。町のスーパーにですね設置されているものなんですけれども、一体何でしょう。ほとんどのスーパーに必ず設置されているものという認識です。わかります、つばいさん。僕はもうスーパーよく行きますから。あら、スーパーおじさんですから、スーパー。ちょっとそれを言うまでは良かったんですけど。余計なんて言うもんじゃないですね。さあ、じゃあ僕は分かります。つぶさん、いいですか。はい、これだから缶とかペットボトルのリサイクルですよね。はあ、ニックさんいかがでしょう。ピンポンでございます。
さすがスーパーおじさん。そうなんです、うん、あのまあ、正解はおっしゃる通りペットボトルや缶のリサイクルボックスなんですけれども、うん、あの実を言うとこのちょっと日本と変わった仕組みがございまして、ペットボトルなど、缶などを、まあ、リサイクルしますと、うん、コインが出てきますね。いろんな場所によって違うんですけど、僕が生まれ育ったオレゴン州とミシガン州っていうところが、うん、なんと一つのペットボトルにつき10円分10セントもらえるっていう、結構大きいですね、多めにもらえるっていう。よくこれは子供たちのお小遣い、うんうんうん、お小遣いに使ったりするっていうものなんですね。僕ももらってました。いやめっちゃ楽しいし ね、 いいですよね。そうなんです、体験型の SDGs ということで、はい、最後は、うん、超当たり前クイズでございます。お当たり前、僕がポートランドシティで見てきた中で、まあ、ほとんどの人が持ち歩いているとあるものがあります。うん、一体何でしょう。はい、あらちゃん、エコバッグ。なるほど、それね、俺も惜しいっす。ちょっと惜しい、惜しいです。はい、つぼりさん、ボトル、マイボトル、マイボトル。もうちょっと、もうちょっと細かくいきます。もう分かった、さらちゃん、はい、答えをどうぞ。ストロー。正解でございます。そうなんです、マイストローを持ち歩いている人が非常に僕の地元ですと多くて、うん、あのまあ、最近、ね、日本でも結構紙ストローだったりとか、うん、いろんなそのプラスチック製じゃないものも多くあるかと思うんですけど、僕の地元はストローはもう用意ないです。どんな形であれ皆さん持参するようにしましょうっていう、まあ、働きというのがありまして、基本的にまあ皆さんエコバッグはもちろん、マイボトルももちろん、家に持ち帰って洗って何度も使えるストローを持ち歩いている人もすごく多いです。へ、皆さんやっぱもちろんお持ちですよね、マイストロー。うん、うん、内ポケットにいつも内ポケットに入れてる。絶対嘘や。さあ、ちなみにですけど日本でもこんな商品がございます。これ面白いね、草ストロー。草ストロー、はい、東南アジアに生息するカヤツリグサ科のレピロニアと呼ばれる植物を原料としているストロー。草なんや。販売開始から8ヶ月でオーガニックカフェやジューススタンドなど120店舗の飲食店で使われていると。エコでもありますし、はい、めちゃくちゃおしゃれじゃないですか。うん、なんかこう本当にあのどん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 日本でもあの多くの新しい取り組みが始まっていて、そうですよね、どん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 となってきてますけど。さあ、それでは坪井君、授業のまとめお願いいたします。はい、まあ、あの普段何気なくこう捨てていたものもやっぱちょっとした工夫でリユースできるってことがまあよく分かりましたし、まあ、それぞれがそういったことを意識してこう生活していくことで廃棄物ゴミが減って環境のためになるっていうことがよく分かりました。それでは皆さん、この番組を見るだけで寄付につながります。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。